前回のあらすじ、北海道に上陸した赤き亡霊、陛下のお言葉をきっかけに、挙国一致体制が築かれつつある中、苦戦しつつも防衛作戦を続けていく。激闘の最中、米国よりソ連軍の第二陣が、本州を目指しているとの情報を得る。本土防衛に総力を挙げるため、霊夢たちは北海道からの転身という、苦渋の決断を迫られるのであった。本日、政府は、ソビエト連邦の侵攻に対応し、自衛隊の展開戦略を発表しました。政府関係者によると、現在の状況においては、本州への上陸が予想されるため、北海道から自衛隊を転身させ、在日米軍とともに、防衛作戦に当たることが決定されました。本防衛作戦の概要につきまして、霊夢統合幕僚会議議長の談話をお届けします。我が国はいかなる状況においても国民の皆様の安全を最優先に考え、迅速かつ柔軟に対応していく覚悟であります。今回の北海道からの一部部隊の転身は、緊急事態における効果的な対処策の一環であり、国民の皆様の理解と協力をお願い申し上げます。以上、霊夢統合幕僚会議議長の談話でした。我々マスメディアも、政府及び自衛隊の広報を通じまして、国民の皆様の安全、そして国土の守りを最優先されるべく、正確かつ的確な情報を随時お伝えしてまいります。次のニュースです。経済団体連合会は、ソビエト連邦による侵攻の危機に際し、国内大手企業を結集し、国家の安全保障と経済の維持に協力することを表明しました。経団連のトップである豊田章一郎氏は、現在の緊急事態に対処するため、政府と緊密な連携を取りながら、大手企業の資源と経済的な力を結集し、国内外の安定を確保するための活動を進めることを宣言しました。豊田氏は声明で、現在の情勢は極めて深刻であり、我々の国家が安全を脅かされています。私たちは経済界のリーダーとして、危機に立ち向かい、国を支えるためにできることを尽くす覚悟でいます。また、豊田氏は、国内大手企業が一体となって、生産力を最大限に発揮し、戦争の影響を最小限に食い止めるための施策を検討するとともに、必要な場合は、自衛隊への資材の無償提供など、積極的な支援を行う考えを示しました。これに対し、霊夢統合幕僚会議議長は、経済界の広報支援は、安全保障において極めて重要な役割を果たします。我々自衛隊、そして経済界と政府が連携し、軍、民、官一丸となって国家の総力を挙げて皆様の命と国土を守るために取り組んでいく所存です。と、コメントしております。マスコミの物言いがだいぶ変わってきたね。相当な圧力がかかってるからな。私たちはアメリカがいなけりゃ自国のコントロールもできないのかと思うと、ほとほと情けなくなってくるよ。議員を拘束しておいて言うのもおかしな話というのは承知しているが、政府の方の動きはどうだ？外交ルートの動きが全く入ってこない。肩書きとして大臣が存在しているだけで、官僚がなんとか状況を支えてるというのが現状だね。ところで、マリサはボリス・エリツィンという男を知ってる？名前くらいはな。確かブレジネフの子飼いだったような。そうだね。10年くらい前にブレジネフに抜擢されて共産党中央委員になってる。ゴルバチョフとはいろいろあったけど、基本的には彼の側に立ってる。そいつがどうかしたのか？今、水面下でエリツィンに接触してる。ソ連を構成する国家の中で最大の国であるロシアが動けば山は動く。まあ言ってることはもっともだとは思うが、私は政治家は信用できんよ。疲れたな。ほらよ、コーヒー。戻ってきてたのか。業務から何か情報は入った？ロシアのエリツィンと水面下で交渉中だそうだ。内部から揺さぶりをかける作戦らしい。それは政府主導なの？それとも業務のとこなの？そんな腹芸ができる奴が今の政府にいると思うか？窓口たる外相が全く機能していない。一部議員の中には国外脱出を打診した者もいるそうだ。もっとも早々に公安が身柄拘束したそうだがな。先輩たちが命を賭して守ったこの国はどうなっちまうんだろうな。憂いても仕方ない。今やれることをやるだけだよ。それにしても、一杯の缶コーヒーがこんなに美味しく感じる日が来るとは、日常なんてものは儚いもんだと頭では理解していたつもりだったけど、私もまだまだアマちゃんだな。お前は、十分によくやってるよ。これ以上ないくらいにな。この先、どんな困難があったとしても私は、北か、式場に戻ろう。東北の静筆な夜が、突如として戦慄に包まれた。黒い海面から現れた赤き亡霊は、静かな海岸線に向けて急速に接近する。冷たい風が海上に吹きつけ、満ち潮の月明かりの下、ソ連の赤い旗が風に舞い、不気味な静けさを漂わせる。ついに日本本土へ上陸を敢行したソ連軍、赤き亡霊の脅威に立ち向かう自衛隊の戦いは、極めて困難な状況にあった。しかし、国土、国民を守るという、使命と誇りをその胸に携える、自衛官たちの士気は健康であった。ソ連軍の侵攻が始まると、山間部や海岸線で激しい戦闘が繰り広げられる。小さな村々や町々もまた戦場と化していく。住民たちは自衛隊の支援を受けながら避難を続け、国家を、祖国を守るため、軍民一体となった。地元の住民たちは自衛隊に対し、積極的に情報を提供する。これらの情報は敵の位置特定に役立ち、自衛隊の作戦に大いに寄与するだけでなく、それまで、メディアや教育により、植え付けられていた自衛隊に対する感情が、大きく転換した瞬間でもあった。自衛隊は地元の自然環境を巧みに利用し、市街地では防御側に有利な状況を生かし、ソ連軍の侵攻を大きく遅滞させることに成功。その遅滞戦術は増援の派遣に功を奏し、戦局の打開、反転攻勢へと繋がるのであった。状況は？想定通り青森に上陸してきましたが、早々の天津が功を奏し迎撃態勢を整えた上で対応することができています。横田に配備された米軍の E3 により我が方の索敵能力が大幅に向上しました。その結果として三沢の航空戦力が、フルに能力を発揮できています。制空戦闘の結果、東北地方の制空権を確保できています。制空権の確保により米軍の戦力も含め対戦車ヘリ部隊を東北地方へ増派しています。合わせて米軍の協力により強力な電波妨害を実行し、対地攻撃の実効性は大きく向上されることが見込まれます。戦車部隊を徹底的に叩くんだ。そうすれば第7師団と富士共同団の力を生かすことができる。彼らが能力を発揮できれば未来が見えてくる。先日の経団連の発表通り、旧財閥系企業が既存生産ラインの7割を民生品から軍事物資に変更したとの報告がありました。商売人はさすがに仕事が早いな。我々の増員の方はどうなってる？西部方面隊は八戸で再編成が完了しました。今夕にも反撃に投入可能です。予備自衛官の方も順次復帰が進んでいます。海事及び空事も最低限の防衛部隊を残し、続々と東北へ集結しています。海事及び空事の戦闘行動は、制海権及び制空権確保を最優先項目とし、それぞれの判断に一任すると伝えてくれ。かしこまりました。東爆議長、お話中失礼します。ブルーハー提督より通信が入っております。おつなぎしますか？つないでくれ。こちらレイム。いい話と悪い話、どっちかね？校舎はもう聞き飽きたよ。前者だよ、安心しろ。ホワイトハウスから連絡があった。レンドリース法が無事可決した。国際社会も続々と日本との連帯を表明している。情勢は当初の窮地を脱したと言っても差し支えないだろう。ソ連を撃退したとなれば、これは自衛隊の、そして君の大きな手柄となるだろう。その手柄は君たちを縛っている鎖を解き放つ鍵になるはずだ。今後我々は中東で忙しくなり、東アジアに力を割けなくなる。ソ連衰退後に頭角を現すのは中国だ。が、まだその時までは時間がある。それまでに、自衛隊には法の鎖が解き放たれた状態となり、東アジアの守護者となってほしいものだ。まずはレンドリース法の可決とさらなる支援の提供意思に感謝する。そして、我々の鎖が解き放たれるかは国民が決めることだ。我々は軍人だが戦争屋ではないんでね。似たようなものだろう。わからんのならそれでいい。あと、ブルーハー、戦争の英雄っていうのはな、私たち指揮官ではない。死んでいった者たちだ。では、失礼する。あのボンクラ提督は、また何か余計なことでも言ってたか？私はどうもあの男は好きになれん。レンドリース法が可決したとの連絡だよ。兵頭君、この話はすぐに広報に回してくれ。戦意高揚のいい薬になる。かつては我国を苦しめたレンドリース法が今度は助力になるとは皮肉だな。だが霊夢よ、話はそれだけじゃないだろ。鎖を作った連中が、その鎖を解き放てと手前勝手な話をしていただけだよ。東北の地で激戦を続ける自衛隊。その間、アメリカを筆頭とした国際的な支援を受け、反転攻勢へ向け情報収集と戦略立案を進めていく。大きな犠牲を払いながら、祖国の自由と平和を守るため、戦い続ける彼らのもとに大きな転機が訪れる。ソ連軍太平洋艦隊所属、キエフ級航空母艦、2番艦ミンスク撃沈の一方である。暮れより出航した海事の艦隊より発射された魚雷は、ソ連脅威論の拠り所の一つとなっていた。ミンスクの横っ腹に大穴を開ける。大きな爆発音とともに炎と煙が大海原に広がっていく。機関を失ったソ連軍の混乱に乗じ、自衛隊は急速な展開を行う。海事及び空事は米軍と連携を取り、海と空から強力な打撃を加える。ソ連軍は激しい空爆と艦砲射撃にさらされ、補給線も断たれていく。地上部隊はソ連軍を夏止まり半島に追い込み、その大老たち壊滅させることに成功する。ミンスクを沈めたというのは間違いないのか？はい、偵察機より報告が入っております。それだけでなくミサイル駆逐艦2隻、ミサイル巡洋艦1隻の計4隻を撃沈し、戦力を半分以下に削ぎ落とすことに成功しました。大戦果です。空自も米軍と連携し戦闘を継続しています。こちらも報告によりますと敵の出撃数は昨日比 20% とのこと。北海道は拮抗していますが、東北も含む本土の制空権は完全に我が方が掌握しています。地上部隊の方の動きは？夏泊半島に敵部隊を孤立させました。戦術の改善により敵艦隊は北海道へ退却したため、完全に孤立無援です。降伏勧告を行いましたが、無視しております。本夜半に共同団による攻撃で撃滅する予定です。完全なる殲滅を命じる。一兵たりとも逃すな。霊夢、潮目が変わった。今こそ反撃の時だ。マリサ、全軍に通達を頼む。みんな、よく踏みとどまってくれた。命令、これより我が軍は北海道奪還作戦を開始する。最終回、北海道奪還。ご視聴ありがとうございました。